皆さん、お久しぶり。私の名前はアンドレイです。そして私はプレイステーション4とプレイステーションの VR を使いながら、ニアオートマータというゲームをやっています。で、私たち今砂漠にいますけど、これからなんかちょっと暴れてるロボットがあって、そのロボットを破壊というか殺さなきゃいけないんです。それをやってますね。でもどこ行ったらいいかもちょっと忘れてます。すいません。こっちでしょ？こっちでしょ？こっちじゃないでしょう。こっちじゃないでしょう。すみません。前回はもうこっちで戦ってだと言いたかったんですけど、やっぱ。また着替えた。ちょっと戻って保存するために戻りましたけど、そのせいでまた敵が生き返っちゃった。でも先というか、もう次のちょっと英霊でもっと大きい敵があったんですけど、まだ生き返らないように。いや、もう大丈夫かな。もう大丈夫です。もうここで止まりました、前回。じゃあ行きましょう。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。
どうなるかな。危ない危ない。人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。え？え？私何もしてないのに。うおちょっと危ない。愛してるかも殺す。どういうこと？このままじゃダメって。おお、やばい。機械生命体です。ボスか。このままじゃダメ。このままじゃダメ。ああ、ちょっと危なそうなんですけど。よく分からないんですけど、自分でもどうして戦うかというと、勉強してるかな。そう、進化してる。うおうおうおう、えら。ちょっと。おうおう。
ああ遅っ。見ない、どこ見ない、どこ、いや、もうちょっと進化したらなんか戦う、なんか自分で攻めるようになれるんじゃない？それは危険になる。QS 戦って自分で。血が出てるんですね。それアンドロイドじゃないってこと？それともアンドロイドも血持ってる？これは機械生命体。パンチパンチ。横穴から逃げられそうです。じゃあ逃げられようか。うお、こっちか、どっち、どっち、急やし先に走れ、バカ。うお、
It's a healthy baby boy. これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。おお。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。待って。どこに左に。こっちもある。リカバリーはもうちょっと少ないよ。だから早くキャンプに戻りたいです。おお、こっちも敵か。これなんか使える？使えないかな？使えないかな？こっちはもう大丈夫。行こう。音楽は結構いいですね。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答をお願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。お、保存できます、やっと。というか戦う意味がないなら戦わなくてもいいなら別に戦わなくていいんじゃない。つまりなんとなく戦うわけじゃないから、ロボットが先に攻撃ないなら
私も しないと思います。ああ、君たちか。砂漠の資材が入手できるようになって助かったよ。つまらないものだけど、これをお礼に取っておいてくれ。何か入り用の時はここに立ち寄ってくれよ。おお、ありがとう。何か交換していくかい？私は8持ってるよ、本当。まあ今3つもらったしね。どうやってこれを使えるかな。よくわかりませんけど、ちょっと俺はスペース足りないってことね。足りる？え？メモリー買った方がいいってことですね。で、どうやってこれを使えるか、これが分からない。メモリーが必要ですね。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？レジスタンスキャンプ？
今そこに行ってるんじゃないですか。いや、このまま継続して機械生命体を排除しよう。了解です。あまり無理しないでくださいね、トゥービー。ちょっと待って、今そこに行ってるんじゃないですか、それとも違いますか。オペレーターより 9S、 先ほどのデータの転送が完了しました。了解です。別件ですが、司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の通機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。ああやっぱ違う。こっちはキャンプ、目的地はこっちでも、やっぱりじゃあ先にキャンプ行こうじゃやっぱりすみません、ちょっと時間かかりますけど、まあそんなにかからないと思います。代わりにあのついでにいろんなことを、拾いますね。キャンプはどこだったっけ。ちょっとこっちでしょ。あ、ほとんど。右でしょ。でもまっすぐでもいいんですけどもね。まっすぐでもいい。何のためにキャンプに戻るかというと、ちょっと、メモリー。そうそう。ちょっと、メモリーいくらかな、見てみたい。Yes。
ヘイ、久しぶりみんな。これじゃなくて。これは武器でしょ。これもじゃなくて。どこだったっけ。どこだったっけあれ。ああ。3万字が必要なんですけど、まあちっちゃいのは買いますけど、8は1万、16は2万、24は3万。もうこれは8は5000。なんでこれどんな違い、なんでこの8は5000、この8は1万。あとどれぐらい。お、
ちゃんと入った、いいんじゃない、これでいいんじゃない、ちゃんと。 Why are you using VR? I think that is not VR game. Serendii. Serendi? I don't have a TV set. That's true. I don't have a TV set in my house, in my apartment. So I don't have much choice. Whoa, whoa, whoa. すいません。But you can play any game with your VR set. It's just won't be the real VR. It will be just like the screen in front of your eyes. So it's not impossible, but it's not necessary when you have a TV. こっちはなんかありますね、なんか赤いというかセーブポイントかな、わかりません。ちょっと、お、動物も、ああ、やっぱセーブポイントですね。推奨当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。こっちはもう違うエレですね、多分。お、地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。あっちしかない、地下しかない。
ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。こっちは何もないですね。こっちも何もないですね。というかこっち、いやこっちはあります。というか別に、ただなんか結構大きい木ですね。何それ、私何を拾ったかな。それ武器？これこれはいいと思う。じゃあどこ行ったらいいかな。どっか行けるかな、こっちから。よくわかんない。え？これ道がないでしょ。もう。え？どこ行ったらいい？
戻る？戻る？本当？本当？戻るしかない？あ、もう、すみません。もう一個だった。はしご。こっちは？え？行けないか？おお、何あれ？ディズニー？いや、本当にディズニーでしょ。急にディズニーに来た。アミューズメントパーク。何かに似てるけど、名前が書いてないけど何かに似てるね。やばそうなやつら。でも私攻めない。それでいいなら別に別にいいんじゃない？それで。話せる？おう、こんにちは。しか言ってくれないけど。おめでとう。私たちの最初のお客様ですから。おう、長官もらった。なんという首の。首は分からない、なんて。もうこっちでなんかいろんなものを買えるし。これはただ花。
静かに。なんか必要ありますかみたいな、まあ何か手伝いになりますか私がみたいな。もう分からない、何が必要か。ありがとう。どんなもの必要か、 何も必要じゃないかもしれない。こっちは魔法の世界というか異常の世界なんじゃないの。急にロボットが。こっちご用がありますか。いえ、ないですか。この通路はどこに繋がっているんだろう。休憩。何の休憩？何をしたの？レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。こっちは何か。おお、これが必要だった。あの前に送ったメッセージ覚えてますか。開発のチームの中、女の子にちょっとそれを頼んで、なんか変なの、なんというか書類もらいました。え、健康、仕事と愛のことのなんか読むものが来ましたみたいな、まあ、中のテキスト。これはなんか、これはおかしい、これはなんか宗教的なもの、その星に行ってどうやって自分の運命を分かるってこと。なんかチラシもらいましたみたいで、私は自分で自分の運命を決めるから。これは誰でも、私たちの誰でもそう思ってるんでしょ。まあだから、まあなんかユピーター分かんない、日本語でなんというか、という星にはなんか運命をなんというか占い師がいるみたいで、というメッセージがあって、でもやっぱり占い師はいらないって。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。ああ、じゃあ急になんか意外なことが起こりましてね。なんかディズニーランド、あの戦う、あの戦おうとしないロボット、戦おうとしないだけじゃなくて本当に遊びしかしてないロボットですね。結構あのフレンドリー。
そしてこのこちら絶対なんかありますね。このところからなんか今度続けましょう。このビデオを見てくれてありがとうございました。ちょっとセーブして終わります。これから仕事行かなきゃいけないんです。夜勤ですね。じゃあそれではまた。